山から山へカーンカーンって音が伝わって、青く澄んだ空にまで響いてく。山奥の森で木こりのおじさんが木を切ってるのね。それどっこいって木こりのおじさんが斧を振るってると、あっちの木のてっぺんで鳥が喧嘩してる声が聞こえたの。ふん、お前なんかただの山鳥だろ。僕は違うんだ。いいかい、僕の肉を食べた人間はね、男なら王様、女なら王様のお妃様になれるんだぞ。あとはギャー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 って何言ってるのかわからない。すると喧嘩に負けた方の鳥がスーッと落ちてきた。あ、この鳥はって木こりのおじさんはびっくり。だってその鳥は僕を食べると王様になれるって言ってた鳥なんだもの。さあもう木こりのおじさんちは大騒ぎ。いいか、お前が王様で俺がお妃様。あ、いや、その反対で。とにかく急いで食べて早いとこ王様とお妃様になっちまおうってじゅうじゅう鳥を焼く。その間にも王様になった姿を持って煮たり煮たり。大丈夫かしらね、こんな人が王様になっちゃって。焼けたか焼けないかわかんないけど食べようってことになって、お天気がいいから川岸で食べようって歩いてたら、ほーら犬が見つけた。おや、おいしそうな鳥だねって吠えかかってきた。私は犬が大嫌いなんだよって思わず鳥を乗せたお盆を放り出した。鳥を乗せたお盆は川に落ちてぷかりぷかり流れてく。待てー王様の鳥、待てーお妃様の鳥って追いかけたけど、ぷかりぷかりと流れてっちゃった。さてその川の先の方で象使いが象を洗ってやっていた。今日はたくさん働かせたね、くたびれただろう。この象使いのおじさんは生まれてから一度も嘘をついたことがないって正直な人で、とっても働き者。そこへほらほら流れてきたわよ。これは美味しそうな鳥だ、持って帰って食べようって取ろうとしたんだけど、ちょっと手が届かないかな。すると象が長い鼻を伸ばしてひょいっと取り上げた。わあうまいんだ、驚いたぞなんてね。はい、お土産。奥さんも大喜びでね。まあ美味しそうだこと、それでは早速って。あら食べてるわよ、どうなっちゃうのかしらね。ところでその頃、隣の国の軍隊が攻めてきていたの。この国の王様はとても臆病だったから青くなってうろうろしてたけど、そうだ、わしにそっくりなものを探せ。そのものにわしの服を着せて戦闘に立たせるのじゃ。わしは兵隊の格好をして影の方からみんなに指図するからって弱虫なことを考えた。急いでわしにそっくりのものを探せ。王様によく似た人はいないかな。ひげはつけひげつければいい。ほくろは黒く描けばいい。弱虫だけは似なくていい。王様にそっくりな人いないかな。私が王様にそっくり？象使いのおじさんを見かけた家来は思わず王様って呼んでしまいそうだって早速命令を伝えたの。なるほど、似てるわね。まあ仕方がないっておじさんは諦めたんだけど、奥さんは悲しい。きっと王様だと思われて真っ先に矢で撃たれてしまうわって涙を流して見送ったの。まあこの王様があの象使いのおじさんなの？この兵隊の服を着てるのが本当の王様？喜んでるじゃないの。困った王様ね。
大臣たちも呆れてるわよ。さあ、いよいよ王様が戦争へ。この人、本当は象使いのおじさんよ。間違わないでね。本当の王様は、ほら、怖そうに剣を振り上げてるじゃない。戦争は、それは激しかったの。剣や槍はきらめいて、矢はビュンビュンと飛んで、その矢の一本が、あっ、王様の胸に。それを見た象使いのおじさんは、仕方がない、本当の王様になったつもりで一生懸命戦おう、そう思ったのね。さあ、象使いのおじさんは大活躍。隣の国の兵隊たちは、この国の王様がこんなに勇ましいとは思わなかったってどんどん逃げてしまったの。勝ったぞー、おー、万歳。お城では大臣たちが集まって相談。いっそあの象使いに本当の王様になってもらったらどうだろう。あの勇ましかったことを兵隊たちもよく言うことを聞いてた。きっと国を治めるのも上手に違いない。よし、決まった。ではお願いしてみよう。その頃、象使いのおじさんは、奥さんや象が楽しみに待ってるだろうって帰る支度。そこへ大臣がやってきて、お願いがあるんですが。え、本当の王様に。象使いのおじさんはびっくり。よろしくお願いしますって大臣たちは頭を下げた。とうとう象使いのおじさんと奥さんは本当の王様とお妃様になっちゃった。あの鳥が言ってたことは本当だったのね。でもね、やっぱり象使いのおじさんと奥さんが正直で優しくて働き者だったからだと思うわ。さあ、新しい王様はまずみんなが幸せに暮らせるようにって考えたし、約束したことは必ず守ったから国中の人々に好かれて、この国はとても栄えたんですって。